でですね、はい、ここからいろいろ話僕広げていける、と思うんですけど、急にそのいわゆる進化した人類のたちの中で、いわゆる通常の科学では絶対に知りえないことを知るような、いわゆる頭の中にブラックボックスを持っているっていう例えればいいのかな、通常科学的には絶対知ることのできないことを知ってしまう人が出てくるのね。でその悟っちゃうみたいな人、いわゆるそういう状態、悟った状態で、なんでそれが可能かってことなんだけど、例えば宇宙の果てにそのいわゆる登場人物の宇宙人たちが知らない世界がまだあるのね。彼らの技術ではまだたどり着くこともできない場所がある。でそこを見ることのできる能力のある人がいればいいわけね。でそれは結局霊的な力によって見るってことしかできないってことが分かったのね。でそれ悟りやんと思って、うん、で古代人が考えてた神話の世界ってそういう精神性のあるもので、うん、これは科学と宗教の違いとかについてめっちゃ語っとるやんと思った。はい、どうもありがとうございます。開けるやばい思ってたわけ、ね、あげる、ありがとう、どっちかって言うて、ありがとう、悟りだと。で僕ね、アーサーは多分仏教についてはそんなに知らなかったと思うのね。だけれども人間ってさ、なんか知恵とかさをつけていくとなんか同じ境地に達するんじゃないかっていうのが僕あるのね、どっかで。いい、うん、なんかね、俺あるとんでも本の、うん、一部抜粋、とんでも、とんでも本の一部抜粋をね、うん、ウェブで読んだことがあるんだけど、それにその本によると、うん、釈迦と、うん、あのブッダとキリストは実は悟ってなかったって本なの、うん、おお面白いね、いきなり、うん、で、なんでかって、まあ、その人なりの理論があるんだけど、うん、すっごいざっくり説明すると、その人の理屈的には人が悟るためには、うん、まず科学的な、うん、論理的な思考と科学的な知識の蓄積が不可欠だっていうの、うんうんうん、でそれを踏まえた上での、愛情だとか、うん、精神面での発達が加わって、うん、やっと人は悟りに達すると。それは悟りをどう考えるかっていう話にもなってくるね、うん、そうそう、ちゅうことを、まあ、その人はまあ仮に言ってたのよ、うん、で、ってことは知識とか物事って揺るがざるものじゃないですか、現実世界の現象とかって、うんうんうん、でってことはフォーマットなんだよね、ある種、うん、そうか、科学の法則とかって曲がらないじゃないですか、うん、だからそれを蓄積することによってではないと悟れないというのであれば、それ悟りの、うん、究極悟りな三角形の頂点だとしたら、うん、そのものすごい一歩手前までは結構みんな似たり寄ったり、うん、同じようなものの蓄積で、さらにもうプツって振り切るのにもしかしたら個人差があるのかもしれないと思うけど、そういう世界なんだよねって言ってる人がいて、それ面白かったな、すごく。それは今のアーサー・C・クラークの小説で例えると科学側に進化しちゃった方の人類だよね。どうなんだろう、あのね、平行両方必要中ね、うん、だから、うん、なんでそう、でその理論で、うん、なんで釈迦と、うん、あ、じゃあこのブッダとキリストが悟ってなかったかっていうと、うん、あの頃そんな科学的な、うん、もの、うん、科学発展してなかったじゃん、うん、だから悟れるわけないじゃんって言ってる、すごいところだね、うん、その人は何を読んどころにしてるかっていうと、うん、自分の理論を絶対的に信じてるんだからね、うん、その人は。だからまあある意味奇弁なんだけど、悟
悟りっていう状態をどう定義するかによって変わってくるよね。その科学が必要だと思ってたら、それはもう最初からそういう話になっちゃうでしょ。だけど科学的な知識とかは必要ないんじゃないかっていう、そのまたアーサー・シー・クラークの小説の話に戻るんですけど、一番最初に進化した人が生まれてくるのは赤ちゃんなんですよ。赤ちゃん、新人類、いわゆる進化した方の人類が最初に現れてくるのが赤ちゃんだったんですよ。順番としては子供、赤ちゃんだったのね。だけど赤ちゃんの方が最初に人間的な知識を持ってなかったから、その精神的な世界にどっぷり使っちゃって、だからね、これ読んでて思ったのは、悟りっていわゆる器をでっかくすることなのかなと思ったの、いわゆる精神の器ですよ。で、その赤ちゃんがどういう状態になったかというと、全ての現象が流れ込んでくる、自分の中に宇宙の、知識とかなんか現象が、つまり自我がないからね、全部流れ込んできちゃってたの、その赤ちゃんの状態が、うん、これが悟りなんかと思って、このアーサーさんの考えてるね、いわゆるつまり精神が進化した人間のビジョン、アーサーさんの考えで考えてる、これはすごく共感したの僕は、うん、器じゃんと思って。俺そうなんだ、俺も全てを理解した状態かと思って、そのための器が必要なんじゃないかと思って読んだのよ。でね、ほんとこれね、面白い小説だなと思ったんで。タイトルは何ですか？タイトルが幼年期の頃で、これね、すごく、なんていうのかな、最初に言ってたよね、アーサー・シー・クラークさんの代表作っていうか、もう超王道らしいのね。ただ俺読んでなかったからさ、これ200円で買ったけど2万以上の価値あるでと思いながらずっと今読んでる。古本で買ったけども、今日はもうね、興奮しましたよ、してましたよ。でも俺もね、読んで悟りに自分が確実に近づいたわって思う本あったよ。タイトル、タイトルなんですか？生きる印。どっかで聞いたことあるタイトルだな。どっかでありますね。木がね、木が旅する話なんだけどね。その時点でちょっと悟りそうな感じするよね。で、ちょっと今日はすごい前振り長かったんですけど。あ、前振りだったんですか？うん、そう、ここまで聞いて。枕だったんですか、ここまでは。ここまで聞いて、二人はどう考えてんのか。まあ、読んでないですかね。珍しく言葉少なかったね、今後。そうそうそう。あ、まあ、読んでなかったからね。この問題ですよ。だ今話した段階でいろんな問題が出てきたじゃん。そうですね、もうどちらかってますね。どちらかってるじゃないですか。で、そういうのをどちらかしたまま2人に投げるんですけど、これ2つあって、1つは悟りって絶対つまんないと思うんですよ、それよく言うよね。そうなんです、天国つまんないみたいな。そうなんです、悟りって、なんかみんな作家見してるだけだろと、そんなのねえよ、そのね、悟ってるって言ってるやつほどね、ダメそんなのは、はい、静かな心持ちで生きれればそれでいいんだから。で、悟ってるなんて言ってる人見たことある？え、見たことある？ないです実は、悟るって人はね、よくいるけど、悟るさんはね、友達にもいました。まあ、健吾の語も悟るだけどね。そうですね、健康で悟ってますよね。あと、その信仰っていう話についてはまあ、よく言われることですけど、今科学を信仰してるわけだからね。そうなんです、それはね、思いっきり書いたの、小説の中に。だから その小説の、何をメタファーにしてるかって、ルネッサンス以降だろうね、でね、かといって科学批判でもないのよ。科学を批判しようとしてる小説でもないんで、ただ考える材料としてはね、ものすごいいっぱいある、これ本当に SF かと思って、
どう読んでいいかよくわかんないみたいな。そうだね、裾野が広すぎた、うん、でこんだけのことを書けることを知ってる、歴史もあるし、もういろんなことは混ぜことなわけよ。作家はすげえと思った、うん、確かにさ。で 何より文体がすごく美しいの、詩なのよ。役も良かったんだ、うん、なんかね、本当にちょっと今は空で言えないんだけど、美しい文章なんですよ。だからどんどん読んでっちゃうのね。小説とかさ、みんなそうなんだけど、最初の一文字から始まるじゃないですか。始まる始まる。最後の出口の広いこと広いこと、うん、入り口からエンディングまでの広いこと広いこと、だから最初の一文字が何で始まるかとか結構ね、ワクワクしながら見せることあるな。なんだろう、最初のこのめっちゃ有名なこの、あ、それあるね、うん、白芸、最初の一文字なんやねんって、関西弁で純粋理性批判、最初の一文字なんやねんと、うん、そうだよね。じゃあ龍神さん、読書の秋ということで、はい、いや、あの、この前ね、あの一人デジをやった時にこの小説ぜひ読みたいって言ってたんで、はい、その日のうちにもう、あの、Amazon でクリックですよ。でがっつり読んで、がっつり読んで、まあがっつりっていうほどでもなくて、電車乗ってる時に、まあ、継続的に読んでたんですけど、うん、まあ、いよいよ最終章になって、初め読んでた時に想像してた展開と全く違うぞと、うん、とんでもないことになってるぞと、最初に出てきた主人公もう死んでるぞと本当に、とっくに。でなんかね、すごい哀愁があるんですよ。最初に出てきた主人公とかが自分たちの人類の行く末を知らないままバトンタッチしなきゃいけないわけですよ、次の世代に。で今は最後の世代になってるわけですよ、人類が。新世代が出てきちゃったから、旧世代は取り残されちゃったのね。でその最後の世代の話になってて、すごい哀愁漂うさ。それは全何冊ぐらいなんですか？1冊。あ、読みたくなってきた。だからあの100年分ぐらいの話なのに、それをまとめてるからすごいテンポがいいのよ。よし、本屋行きましょう、うん、この後この後ね。